本日のメインイベントジャパングランプリ93優勝決定トーナメント決勝戦60分一本勝負を行います。アコーラ180パンス堀田由美子赤コーナー155パンス北斗秋田レフリーボブ矢沢。さあジャパングランプリ93もいよいよクライマックスを迎えました。本日のメインイベント優勝決定戦60分一本勝負北斗秋田対堀田由美子ということになったんですけれども、斉藤さん、はい、いよいよねまあ約3ヶ月ぐらいにわたってやってきましたジャパングランプリ、ついに優勝決定戦ということになりました。はい、まあどうでしたかこの対戦は、まあ、ある程度ねこうなるんじゃないかっていうところが出てきたかなって気もしますけども、準決勝の先ほどの試合で、はい、やや余裕を残して勝った堀田選手有利というような感じもしますね。そうですか、おっと乗ってから堀田が膝を攻めていく。今ねちょっと堀田余力を 残しているというお話がありましたけれども、ただでさえ背負いの虎はこの北斗、左爆弾を抱えているだけにこのハンディを克服していかないと勝てませんが、宮城選手ね、はい、2つ試合で1つ試合で15分間くらいやったりするということ、はい、どっちの方が体を動きますか。いや体動く方は1つ試合を休んでずっと来た方が楽だと思うんですけど、2つ休んじゃうとやっぱり、ね、2人が同点とかもう出てますね、はい、なるほど、そういった意味では小1時間経っちゃってるから1回疲れてから、はい、そういう意味ではやはりこの北斗ちょっとこの不利な状況がね重なってきて、トヨタ戦で相当スタミナ使っちゃってますから、膝も結構強いと思います。いやー今のニールキックものに顔面に蹴ってしまった。あー危ないぞ、ロスト危ない。あ今のは蹴り落としたんじゃないですか。蹴りを蹴りで返しましたね。背中あたりで落としたんじゃないですか、はい、あー危ないって。いやこの技はまだね出してなかったですけども、まあ、これ軸足止まるね、左足がちょっとまた痛かったんですけどね。さあそしてもう一度もう一発だ、そのまま抱えてバックドロップ、重量級の攻めだ堀田。堀田はさっきの前の選手よりも蹴りやすいと思いますよ。あそうですか、はい、ホットもこの体勢は危険だ。余裕を残しているのはホットですけれども、この表情あるいはこの技一つ一つがかなりまだまだ余力十分という感じがしますね。ホットはえげつないですね、やってますね、ホットの膝、ホットの膝。この2人というのはジャパンランプリに絶対に優勝することになるといいですね。そうなんですよね、両方決勝優勝ですか、はい、優勝まで行ったとしても、ね、はい、過去2回もね、はい、優勝までこの優勝決定戦まで行ってるんですけれども、まあ、今回はその3度目の正直という結果になるんでしょうか。それとも2度あることは3度あるということになってしまうのか。なんとしてもこの2人にとってはでもこれは欲しい、ね、ジャパングランプリ優勝という可能性はね、はい、いやそれしても意外ですよね、この60年組ですか、南さんも含めてここでインタビューしてるの1人ですけど、まだ1人もジャパングランプリで勝ってないんですよね、はい、このそうですね、これか意外とタイトルとか遠藤ですよね。ただ逆襟固め、人間中央ちょっとロープまでは距離がある。
トップロープまではまだ距離がある。大丈夫でしょうか、星子。ある程度予想はされていたこの苦戦なんですけども。まずはここまでは防戦一方。いつもの強い星子。引き締まるものというのはまだここまで感じられない。こんな気がするわけですけども。うまく体を入れ替えて、しかし、今度はギロシンがダメか。一つ一つの関節技、これがもうビシビシと自分の膝、爆発寸前のこの左の膝に体重がかけられています。重いですよね、試合がちょっと。あっと、張ってきた、張ってきた。張り手の応酬か。ちょっとも張っていったが、あっと、北斗は早く逃げないと不利になりますね。そうですね、このまま外れてしまったら大変です。またあのアクシデントが、アクシデントになってしまっては、これは北斗時間が長引いていけばいくほど不利になっていく。本当にでも北斗のこの苦しそうな表情はね、久しぶりに見た感じがしますけれども、それにしてもとても普通の人ではこんなね、プロレスができない状況になることはこの日は間違いないわけですからね。それでいてこの日2試合目というんですから本当にきついでしょう。声援はやはり北斗に対する声援が多いんですが、あーっとコーナーに逆さずり、ちゃんとバッキリでやってますよね。あー強烈、あーっとすごい音がしてる。何かこの後楽園ホールにものすごい音がこだましました。おったな、ものすごい蹴り。さあリング外、北斗の膝の状態は大丈夫か。ここでインターバルを取ってなんとか自分のペースに持っていきたいというところでしょう。北斗、北斗晶、大声援ですが、まあ、まだ様子を伺っている。このインターバルはだいぶ北斗にとってはね、今ジョン・アタントもないから、逆に利用していると、多少時間稼いでもそれはいいんじゃないですか、はい、さあ試合再開、仕切り直しということになりました。ホッター、そして北斗、ジャパングランプリ、いいですね。今度は逆に足を取っていった。そしてリング中央、ガソリン頭、ガッシュート入った。さあ逆に取る、ちょっと苦手なホッタだけに、かなりこれは厳しい攻め、この攻めはいいんじゃないですか、はい、選手は。さあこの間に当然ね、北斗も自分の左足を多少休めることができるでしょう。休まらなくても負担かけないそうですね、いいですよね、はい、南選手ね、はい、ホッタ選手の体っていうのは柔軟な方ですか、それともやっぱりちょっと硬い、いやいや硬めですか、はい、決まった、しなるようじゃないですよね。そうですね、しなるんだったらホッタの方がまだいいと思いますけど、同じ国民デビューのこの2人、共にジャパングランプリ
北斗の場合はアクシデント続きでこのジャパングランプリ優勝のチャンスはいつもこう不運にも書かれてきました。そして堀田は2度のチャンス、優勝戦まで行ったんですけれども、あと一歩届かず、もうすぐ回ってきました。しかし顔面へのキック、エルボー、ホットの意地、キックっていうよりは蹴りだもんね。蹴りでしたね、はい、面白い。まさにそんな予想ですね。もう今日は2人とも2試合目ですから攻防戦にならざるを得ません。さあそしてドラゴンスリーパー、おったおぎまっぱ、共に何としてもこのジャパングランプリの栄冠には輝きたい。あるいは北斗なのか、ギング中央グイグイと締め上げていく北斗、まあ、だいぶ先ほどのね場外でインターバルを取り返して10分経過、切り直してからはだいぶ戦法を変えてきたというか、締め技中心になってきましたね、やはりね。おっと、あ、口に指を突っ込んでのキャメルクラッチ、屈辱的なね、これ精神的ダメージの方が大きいんじゃないかという感じがしますけれども、ホッタ、いや、外に屈辱的ダメージもあるんで、ああ、そうですか。ノーノーノーショー、ホッタ、オギバップ、オギバップ、ね、なかなかホッタに対して何か敵を飛ばしながらファイトを続けているわけですね。土手っ腹にキック一戦、そして舞台は場外だが、あーっと椅子の山に投げつけていった。上下の権利を下げてください、危ないで下がってください、精神近づかないようにお願いいたします、危険で下がってください。西側のひな壇に決勝戦は場外カウンターと決着ございません、場外のカウントは行いません。さあ今度はこちらの放送席の方に向かっていって、本部席危ない、膝といえば堀田選手も膝にテーピングしてますもんね。そうですね、やっぱりね、堀田の場合は両膝なんですよね。あ、両膝、はい、よっぽど悪いじゃないですか、悪いみたいですよ。ご覧のようにテーピングがぐるぐる巻き、まあね、キックを主体とする選手ですから膝を痛めるというのはこれは致命傷になりかねません。堀田由美子、優勝待ってるぞ。さあこの今度は逆にインターバルを取った堀田、さあもう一度右側に場所を移してラリアット、もう一発いくのか、しかしやはり同じ手には使わない、エルボー一発入れて、おっと、あーっと、これは体重を浴びせていった、アウトして返して、エビニが丸めたか、ロープブレイクは掘った、あーっと、そしてまた蹴りまくる、膝の裏あたりをビシビシと容赦なく蹴っていきます。そして堀田が登ったところをセカンドロックから流れ死のブレンバッサーに持っているのが、いやしかし堀田が重い、おー、あー、うーん、今はあのまま目としてはすごかったんですけれどもね、素晴らしかったんですけどね、ちょっと距離感が足りなかった、うわーっとすんどすん、背中に重量級の蹴りが炸裂しています、堀田。ショートレンジ、パイルドライバー。危ない。今のすごかった、そう、パイルドライバー。北斗が攻め込まれています。北斗が攻め込まれている。なんとか北斗頑張ってほしいが、これはうまく返して、ま
アルメコンダがカウント2。奥としては一瞬の逆転技を狙うというところでしょうが、今度はトップロッククラッチャー。これは堀田が難なくかわしてしまった。受け止めたのは沼地と渡辺、沼地と渡辺でしたね。おっと堀田が飛ぶのか、これは見たことがないぞ。セカンドロープに足をかけて、エルボーでしたね。なるほど。いやいや、そういえばね、タッグの時見せてくれるね、あのエルボー今日はないですよね。そうですね、あまり飛ばない選手が飛ぶところにいたんですね。そうですね、ちょっとびっくりしましたね。しかし今ですね、飛ぶというよりはなんか落ちてったって感じですよね。まあ、たまにコペみたいなこともありますけどね。はい、やっぱり似合わないってありますからね。しかしあの体で飛んでくるんですからね、これはもうすごいものがあります。しかし今のどうやら体を預けたエルボーかなり効いているようですね。こういうような感じで一瞬のホールが決まりました。時間15分経過、早くも15分が経過してしまった。ジャパングランプリ内の準決勝、強力な試合、そして高角度スタンドファイヤーパワーボムを返せるか。しかし堀田はまだ必殺技カリビアンスプラッシュあるいはピラミッドドライバー、その辺を温存しています。そしてトップロープ越し、今度は何を持ってくるのか。さあコーナー最上段から、あーっと、おー、最上段からのニードキックですか。あーそして、あっとこの穴は何ですか。あ、返せるか。いいですね、今。いやー今の技はさっきトヨタを詰めた技の後ろに持ってったって感じね。今のダメージはかなり大きいですね。さあホットの変面時代の技が、まだこんな余力を残していたホット今狙いしましてましたね。何か呼び水を吐いたと言いましょうか。あーっとピラミッドドライバー、ピラミッドドライバー、いやーホットかろうじて返した。いやあれ食らったらね、終わりました。Go!
19分52秒ノーザーナイトコンからの片指固めで北斗晶選手のコール勝ちでございました。これにましてジャパングランプリ93は北斗晶選手の優勝でございます。いやいや、でもそれでは、表彰式を行います。優勝しました、ありがとうございます。これまで表彰式を行います。それでは優勝いたしました北斗晶選手にご記者より表彰状が贈られます。さあこの後表彰式です、ね、表彰状ジャパングランプリ93優勝北斗晶殿、あなたは全日本女子プロレス協会主催のジャパングランプリ93で見事に当初の成績を収められました。ここに表彰状並びに優勝トロフィーを贈り、その栄誉を伝えます。平成5年8月21日全日本女子プロレス協会コミッショナーを出します。勝ちましたので表彰状並びに優勝トロフィーが贈られます。さあ今上田コミッショナーの表彰状を何か同じくコミッショナーより優勝トロフィーが贈られます。トロフィーもあー危ない、おー